囲碁 YouTube イサキーン、イサキーン。ごきげんようじ、おはようじ、近藤ようじです。すむちゃんことひろかあずみです。はい、どうもこんにちは、ねおです。イサキーン。前回、囲碁原宿竹下通り店にてコーデ対決をしたんですけれども、選んでいるときに気になった商品を本日はそれぞれ紹介していきたいと思います。じゃあまず僕からいきたいと思います、はい、僕が選んだのはイヤリングセットです。これ美術展めっちゃ可愛い。やっぱり女の子はね、俺ねイヤリングつけてるのめっちゃ好きなの、なんか揺れてるイヤリングとかしてないよ、2人とか。普段はあんましない？しないです。そっか、絶対した方がいいよ。絶対します。え、揺れてるのがいい。そう、これ今めっちゃだってエロくないだって、エロくない。まあ、なんていうか揺れてるピアスをつけるとやっぱ目がいくから、すごくあのいいと思います。5点ちょっと選んでみたんですけど、本当に印象変わるので。はい、じゃあねおちゃんは何を選んだって。こちらを選びました。おで中にこう派手めなキャミソールとかを着て、肌見せの服なんですよ。最近着てる女の子がすごく多いで、聞いた理由なんですけど、レースだけの結構見るんですけど、リブの部分にこう柄が入ってるのあんまり見なかったので、新しいなと思って。すごい、なんかだってこの全体的にこのスケトップスって結構深いみたいな印象ですけど、このリブとこのカラーキャミがすごいスポーティーな感じ。そうですね。結構これからの季節とかいいんじゃないかなと思って選びました。みなさんは何を選んでくれたかな。はい、私が選んだのは花の刺繍のバッグです。どうしよう、おちゃんっぽい。なんか、うん、好きなポイントは麦わら帽子っぽいです。はい、可愛いなと思ってこれを選びました。夏っぽいけど大人っぽいし、いいと思います。今回紹介した商品と先日放送された商品、ねおちゃんの選んだコーディネートですね、こちらはですね、あなたにプレゼントいたします。イエーイ。はい、プレゼントをご希望の方は下の概要欄をご参照いただき、ぜひご応募ください。お願いします。お願いします。あといっぱいコメントしてください。もう今回囲碁 YouTube 初めてということで楽しかったです。楽しかったです。あっという間だったね。でもね、うん、いつもと違う環境で緊張したんですけど、うん、ありがとうございました。楽しかったです。ね、つむちゃんも同い年同士で、うん、友達になりましたか。なりました。ご飯行きます。うわ、すごい、うん、でそのご飯会にはこの24歳の近藤、え、来てくれるんですか。逆に逆に言っていいんですか。いや、なんかすごく犯罪の、なんか犯罪の気分だけど。いや大丈夫ですか。まあでも、あのその点、あれ俺、お金持ってたんだから。いやいやいや、そういうんじゃない。そういうんじゃない。はい、というわけで、今回の囲碁 YouTube はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。